浮かぶカフェ、浮かぶカフェ。2024年6月28日、こんばんは。癒しのアートラジオ浮かぶカフェシーズン10へようこそ。カフェ店主の幸代です。浮かぶカフェでは、月みたいにぽっかり、面影みたいにぼんやり、飛行船みたいにゆったり、アイデアみたいにパーッと、いろんなものが浮かぶことになっております。少し浮かぶこともかなり浮かぶこともございます。地上では不自由なあなたも、ここでは自由です。重いもの、硬いものは入り口で脱ぎ捨てて、軽くなってお過ごしください。今日も浮かび上手なお客様の素敵な声をお届けします。ではごゆっくりお過ごしください。桐竹門富こと富さんのぷかぷか温泉ひとりごと。皆さん、お元気でお過ごしでしょうか。本日もぷかぷか温泉にご入湯いただきまして、誠に大きにありがとうございます。聞こえてますか。今は夜です。大阪の自宅にいて録音しております。雨がさっき降ってきて、今も降ってるんですかね。はい。なぜこんな声をしているかというと、声が出ないわけではなくて、夜なのであまり大きな声が出せないので、こんな声を出しております。今日はこんな感じでいきたいと思います。はい。鑑賞教室も終わって、その後若手会というね、会がありました。そちらにも、最初は参加する予定ではなかったんですけど、教室公演も無事に、体が持って、できることができたので、ぜひ参加してほしいという依頼があって、若手会の方にも、撤退といって、左や、ね、爪人形やそういう感じで、参加いたしました。聞こえてるかな。で、その、若手会に行きながら、京都の祇園コーナーというのに仕事を行って、1週間ぐらいですかね、今日やっとその祇園コーナーが終わりました。はい、ありがとうございます。すごく教室が始まるまでは2ヶ月半以上休みがあって、休みがあったっていうか休みになっちゃったんですけどね。で、とっても不安だったんですけど、なんとか終わって、で今も祇園コーナーの仕事も無事に終わって、僕の中では、ああ今日をちょっとこう迎えることができて、とてもとてもほっとしております。あ、雨降ってきた。聞こえます？ね、で、実はですね、今日ね、多分人生初のポカをしてしまいました。はい。知り合いの方から仕事の依頼があって、来年に、2月2日にですね、豊中の方でこう仕事をするんですけど、それの打ち合わせをですねしましょうということで、1ヶ月ぐらい前にですね、メールでやり取りをして、まだお会いしたことなかったんですけど、今日ね、朝の10時に打ち合わせをしましょうと、約束をしました。ところがです、はい、実
はですね、ここ2、3日あんまり おとついぐらいかなちょっと体調が良くなくてですね、すごくしんどい時間を過ごしてたんですよ。それで言い訳ですよね。で昨日も基本コーナーが終わって、あと1日だとこうね安心してて、明日はたっぷり寝よう、だから今日のことですけど、たっぷり寝ようとか思ってたんですよね。そしたらまあ朝ドラも間に合うぐらいに起きてですね、で、まあちょっとゆったりしてたらですね、電話がかかってきましたね、家電の方にですね。電話うちの奥さんが取ったんですけど、モントミさんいる？とか言って言って、で、あ、いますよ、帰りましょうかって言ったらですね、その打ち合わせをする方からだったんですよ。向こうもとか言って、で僕本当にもうね、完全にその打ち合わせのことが頭の中から抜けててですね、うわーどうしようと思って、でももう10時の打ち合わせの時に電話かかってきたのが10時12分だったんですよね。でもまあね、約束してますからね、だからすぐ行きますとか言って、でまあまだ腰が治ってないからかけるわけにもいけないので、まあちょっとこう早歩きでなんとか駅にたどり着いて、そしたらですね、タッチの差でですね、電車が行ってしまってですね、駅で10分ほど待ってですね、やっとその打ち合わせの場所に着いたんです。そしたら誰もいないんです。呼び鈴を押してもいないんです。で携帯電話も電話したんですけど出ないんです。で、事務所の電話もしたんですけど出ないんです。どうしようと思って、でその仕事を依頼した人のとこに家にも電話したんですよ。そしたら、その方の旦那さんが出られて、打ち合わせで行ってたはずですけどとか言われて、あ、実はちょっと今すれ違ってましてと言ったらですね、その電話してる最中に、その方たちが見えて、あらとかっていう感じになって、まあその電話は切ったんですけど、そしたらですね、まあ僕がそんなに早く到着するとは思ってなくて、マツコとカッコで喫茶店でお時間を潰されてたみたいですね。まあ僕が悪いから何とも言えないんですけど、本当にそれですれ違ってしまって、結局は最終的には会えてですね、ちゃんと打ち合わせもできてよかったんですけど、はい、そういうね失敗をしてしまいました。大反省です。はい、でいつもだったらね、こうメモ書きしたりとかですね、書いてはいたんですけど、昨日は確認をしなかったんですよね。ダメですね、やっぱり確認は大事だとね実感しました。ですからね、今回からですね、もう確認を1回と言わず2回3回4回5回10回ぐらいしてですね、挑みたいと思います。はい、そしてですね、これは本当に個人的なことなんですけど、うちですね、義母を預かるために、ですね、まあ隣の家をですね、空き家になったので、まあ、その空き家になる前に、まあ、もしも空いたらうちに声かけてくださいと言ってたんですけど、それで、まあ、空いてですね、お亡くなりになったんだ、お隣の方が亡くなって、で息子さんがぜひ、買ってくださいっていう話になって、借金も全部はたいてですね、まあなんとか変えたんですよ。でただすごく築年数も古い家で、まあうちも古いんですけど、でですね、
前にもちょっとねトラブルがあったんですけど、うちの奥さんがねなんかねブロック塀が落ちてるとか言うんですよね。で何だろうなとか思って、で朝方その見に行ってたらね、そのブロックがですね、もうそのだからどういったのこうもう築年数が古いのでもう割れてきててですね、でそれがもうどん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 こう裂け目になってきてたんですよ。って前回もそういう部分があって、それはねビニールシートを買ってきて修理したんですけど、今回もね同じような状況が来てしまってですね、でしかも広範囲にわたってですねちょっと割れ目が見えたんで、これはこのまま放っといたら多分これから梅雨時の季節だから多分雨までをす、ね、やばいっていうので、コーナーのホームセンターに行きましてですね、日差しにも強いというビニールシートをですね買いに来ましてですね、でやったらサイズが違ってて、またもう一回コーナーに行って買い直しをしてですね、でですねそれを取り付けるんですけど、結構ね2時間もっとかなかかって、もうその祇園コーナーに行くまでにですね汗びとになりながらですね、その作業をいたしました。まあこれがね雨降り対策になるのかどうかはわからないんですけど、とりあえず今雨が降ってて明日は結構激しく降る予報なので、なんとか作業間に合いました。はい、そんな感じでですね今日もバタバタの一日でございました。はい、反省することもしっかりね、全く、芸談の話にならない、プカプカでございましたね、梅雨入りしました。皆さんね、蒸し暑い、と思います。熱中症に気をつけて、たくさん水分をとってですね、この梅雨を乗り切ってくださいませ。はい、じゃあ、まあそれではまた。ブアナセーラということで、まだイタリア旅行の気分が抜けない店主ですけれども、今日は冒頭からなんか音の感じがまた違うなというふうに思っていられるのではないかと思います。ニューヨークに戻ってまいりました。ということでこれで4周年記念イタリア旅行第3弾ということでおしまいです、今回で。ということで旅の総括などしてみたいと思うんですが、その前に今日は冒頭からなんか雑音多いなというふうに思っていらっしゃる方も多いんじゃないかと思いますけれども、窓が開いておりまして暑いです。とてもこの窓を開けずにはいられないようなそんな、暑さになっております。イタリアも暑かったですね。なんか今年は猛暑ということで気温がすごい高かったらしいです。結構35度ぐらいになる日も多かったんですけれども、それでも日陰に入ると結構風が吹いていて涼しかったり、あと夜になると割と気温が下がってくるので、そうですね、結構こう日がまだ長いので夕方5時6時ぐらいではまだ太陽がかなり高いところにあるんですが、そのくらいだとまだ暑いんですね。非常に、日の照り返しというか暑いんですけれども、これが日が沈んだ途端にこう涼しくなってきていい感じの時間になってくるというそういう旅でした。で先週はバーリーという
南イタリアというんですかね、イタリアのこうどっちかというとこうこのブーツの形をしたイタリアのかかとのあたりにいたんですけれども、そこからまた再び特急列車フレッチャロッサーというのに乗りまして、なんか赤い矢っていう意味らしいんですけれども、まあ日本でいうと新幹線みたいなやつですね。それに結構4時間半ぐらいかな、なんか乗って、ローマに戻りまして、そして最後数日間はローマの休日を楽しんでまいりました。一言で言うと百聞は一見にしかずでした。やっぱり最近特に、新型コロナっていうのがあって以降、まあ旅行しなくてもいいかなとか、まあ今いろいろな情報がありとあらゆるところから入手できますし、映像での情報なんかも多いので、まあなんか旅行わざわざ行かなくても見てればいいかみたいな、なんかそういう気持ちになりかけていたんですけれども、そんなわけでヨーロッパへの旅行も数年前にアイスランドには2回ぐらい行ったんですけれども、その他はほとんど行っておりませんで、それで今回まあたまたまご縁がありまして行くことになり、やっぱり行ってみると、という驚き、新鮮な感動がありました。やっぱり実際に見ると違いますね。というか実際に聞くと違う、あるいは実際に体感すると違う、そして実際に食べてみると違うという、まあ、様々な五感を刺激されたんですけれども、あと足の裏ですね、まあ、何しろなんかイタリアの古い街っていうのはこう石畳のところが多くて、で割と小さい石畳だとこうゴツゴツしてるっていうか、それぞれの角度が変わってるんで、なんかちょっとこうゴツゴツという感じで足をこう歩くたびに刺激されてくる感じなんですけれども、古いまた別の町に行くと石の大きさが多少違ってたり、まあ、古さなんかも違うんでしょうね、あと石の質とかも違うんだと思うんですけれども、スベスベしてたりするんですよね。そうすると今度滑るかなっていうぐらいの感じで、また違ったこの刺激が足の方から登ってくるという、まあ、あとはそうですね、石のところにこう教会の前とかの石段とかに座ってちょっと休憩したりとかもよくやったんですけれども、石の感触ですね、これはやっぱりなんか実際に行ってみて触ってみないとなかなか分かんないなというふうに思いました。そして食ですね、これももうイタリア料理とかももちろんどこでも今レベルが高くていろいろ食べられるんですけれども、やっぱり地元の食材っていうのはその場所で食べるのが一番おいしいのかなと思います。その気候とかそういうこともありますし、そしてやっぱり調理法なんかもこう違うんだと思うんですよね。なので一見どうってことない感じのパスタが出てきたりするんですけれども、これ日本とかだったらもうちょっとこう愛想がある感じで、こう何か上に乗せたり しないするんじゃないかなと思うぐらい、もう見た感じは淡白な、本当に何ですかね、くるくるっとしたマカロニみたいなやつになんか白っぽいソースが絡まってるだけみたいなのが出てくるんですけれども、これが一口口に入れるともうなんか目から鱗が、目からというか下から、下には鱗はないか、なんか3枚ぐらいパッと外れました。いやびっくりしました、あんまり美味しくてちょっと想像を絶するぐらいの美味しいものがありましたね。それが見た目とかなんか今までの私が考えていたパスタっていうものの常識をもうかなり超えてくるものでした。そうですね、魚ですね、魚介類もすごいレベルが高かったです。エビとか
あと実は生のウニっていうのも南イタリアの方ではあったんですけど、さすがにちょっとやめときました。すごい美味しそうだったんですけど、もしかしてお腹を壊してはいけないなというふうに思い、ただムール貝のスパゲッパスタとか食べたんですけれども、あと何ですかね、ソフトシェルクラブみたいな、なんかカニのパスタ、トマトパスタっていうのを食べたんですけど、いやもう日本人でもちょっと脱帽するぐらいのレベルの高い、シーフードでございました。もうありがとうございます。あとはですね、よく観光地ということでローマといえばコロセウムっていう、こう昔遣唐使がいろいろそこでもう殺し合いみたいなことをしていたっていう巨大な場所があるんですけれども、いやでかかったです。やっぱり建物とかのサイズ感が映像とかだとやっぱちょっと分かんないんですね。で行ってみると、まあ、それ以外にも古い廃墟のような遺跡っていうんですかね、まあ、たくさんローマにもあるんですけれども、あーっていう感じでした。びっくりしました。そしてやっぱり今までそれほど世界史とかそういうのに興味がなかったんですけれども、実際まあね、中学校とか高校とかで勉強させられるというか勉強しますけれども、それほどカエサルがどうのとかそういうのをなんか覚えたりしてね、勉強しますけれども、そんなに興味がなかったんですけれども、もういよいよ興味が湧いてきました。なので次の目標としては、もう今回全然見切れなかったので、イタリア語を勉強してまたいつか行ってみたいなというのが夢です。あともう一つイタリアの文化ってやっぱりすごくギリシャの文化とも関係があるので、ギリシャ語っていうのもなんか勉強してみたいなというふうに思いました。これが今後の何ですかね、趣味というか楽しみでやってみたいなというふうに思ったりしたのでした。ということで、そうですね、この今回の旅のやっぱり教訓は、やっぱり行ってみた方がいいなっていうことですね。でなかなかまあね、遠いところとか行けないことも多いんですけれども、躊躇してしまいますし、もう近いものでもやっぱりなんか最近あんまり行かないで、ズームなんかこうネットでいいかみたいな、なんかそういうふうについ思いがちなんですけれども、やっぱり足を運ぶということ、旅をするっていうのは、何かこう本当にその場所を知るということでは、まあやってみて損はないのかなっていうふうに思いましたし、これからもえいやというふうに重い腰を上げつつ、いろいろなところに行く機会があったら行ってみたいなというふうに思ったりしました。でちょっと再び生まれ変わったような、そんな体験をしてきました。というわけで、4周年記念イタリア旅行の結論は、みんな旅をしようということでした。最後にイタリア旅行で拾ってきた音をいくつか流して終わりにしたいと思います。まずすごいツバメがいっぱい飛んでました。なのでツバメの声、そしていろんな教会の鐘の音いくつか、その他にもいろいろあるんですけれども、長くなるのでそれで終わりにしたいと思います。それではまた。いや美味しかったですよ。
秘密のコーナービーバー先輩英会話の森へのリクエストは、E メールアドレス、うかぶカフェアット gmail.com、ukabucafe@gmail.com、または番組ホームページの投稿ボックスより、ラジオネームを添えて、ビーバー先輩に聞いてみたいあなたの英会話のお悩み事をお送りください。そして番組へのご感想やリクエスト、ご常連の皆様へのファンメッセージも、ラジオネームを添えて、ぜひぜひお送りください。それではうかぶカフェ。また次回のご来店をお待ちしております。